さあ今回はですね、皆さんで優雅にこのお茶を飲みながら、はい、片町カフェというお店にお邪魔しておりますけども、そんなこちらのカフェで行う企画でございますけども、なんと新レギュラー諸国さや子の初めての食レポクイズ。食レポの腕を上げてもらうっていうのも一つ向上してもらいますけども、はいはい、皆さんにも、クイズとしてそれを当ててもらうっていうねちょっと新しい方式の諸国に食レポしてもらうんですけど、皆さんにはですね、目隠しをして一体何を食べているかを当ててもらうという。わかりました、はい、何かルールとかあるんですか？こっち側は当然その食材的なものを言っちゃいけないし、味の表現だけですよ。というわけで始まった食リポクイズ、皆さんも諸国アナが何を食べているのか一緒に予想しながらご覧ください。さあでは行ってみましょう。食レポクイズスタート。いただきます。どうぞ。あ、音がしましたね。音がしました。お皿といきなり食べる感じ。いやそうですね、見た目とか教えてくれないのか。すいません吉野先輩、すいません、そういう誘導しないでいただけます。いやでもちょっと聞きたいんですよ。ですね、大丈夫です。パステルカラーですね。パステルカラー、パステルカラーに新緑がパッと咲いてる感じです。どういう形だとか、形はですね、どういう広がりとか高さとか、京セラドームみたいな。京セラドームみたいな。逆に難しくなったよ。なんかワールドになってる。わかんない、うん、いただきます。どう？おいしい。おいしい。よかったな。トロトロジュワーって感じです。ジュワーです。トロトロジュワー。こんなのお母さんに作ってもらいたかったなって思うような。ね、うちのはカチカチだったんで。うちのはカチカチ。うちのはカチカチ。こんな表現ありますか？聞いたことない。一般の人に伝えるのに、うちのはカチカチです。京セラドームの上に何でしょうね。わかんない。なんか今手で一生懸命ジェスチャーしますけども。パラシュートでこうパーって何かこう。パラシュートですね。京セラドームの上にパラシュートで降りてきます。さあここまでです。それでは皆さんの答えを一斉に見せていただきましょう。どうぞ。はい、はいはいはい、デミグラスソースのかかったオムライス、はあ、そして麻酔は私も同じです。おデミグラスオムライス、すごい。なんかパラシュートなんか刺してあったのかなとか、傘みたいなやつとか。パラシュートの卵じゃない？京セラドームを優先すると、はい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 、京セラドームを優先すると優先すると、お母さんが作るとパイがカチカチになる。焼きすぎて、それなかなか難しい。これビスケットじゃんみたいな。確かにここでちょっとあれとは思ったんですよ。パラシュートもちょっとよくわからないし。発表したいと思います。正解はほうれん草のクリームソースがけオムライス。あ、なるほど。確かにそのトロトロはクリームソースか。いや、あ、ほうれん草って最初のね、新緑、新緑だ。ということで残念ながら、やっぱパラシュートであのホワイトソースがパーって舞い降りた感じ。それ一番難しいな。まあ、それじゃわかんないよね。先輩はなんか言ってるけど、お手本見せてもらう？あ、見せてください本当に。いや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 、そんなお手本なんて恐れ多い。いやいやいや。